ございます。ここはデリヘル城です。勘弁してくださいよ。いや、9.5 のあの、森さんどうでした？え、森前、ちょっと前、一個前かなの時から、ちょっと話しかけてもらって、めっちゃ仲良くなる。仲いいというか。だってガチモン同士じゃん。いや、なんかあの、六本木で会って、試合の後。あ、あの、パーティー？いやいや、違う違う。全く別で。俺飲み寄ってる。あの、試合終わった後落ち込んで。で、知り合いの人らが、スポンサーの人とか来てくれとって、北九州から。で、そこで、じゃあ、ケンちょっと飲もうか、みたいな、飯食ったりして、歩きようときに森がおって、したら、あ、松井さん、みたいな感じで話しかけてきてくれて、唯一ブレイキングダウンだけど、松井さんだけが好きです、みたいな。めっちゃいいやつやん、こいつ、と思って、森頑張れよ、と思いました。やっぱりあれじゃないですか。よく、あの、さらって、はい、さらってる者同士、松井さんもよくさらってなんかやってたんでしょ？いや、わかんないですけど。森さんの試合どうでした？え、頑張りようと思いますよ。いや、それ。今日なんかブレイキングダウンに一番合ってないですか、森も。いや、マジでそう。あの、井上力人さんもそうだしね。なんか、実際なんかそんな、格闘技してないじゃないですか。格闘技してない人が出たらいいね。ガンガン強いやつが出てくるけ、きついっすよね。え、っていうのは、なんで僕は森さんの名前を出したかっていうと、コメ欄で森 VS 松井みたいめっちゃ多いんですよ。え、体重違いますもんね、全く。あいつ60何歩ぐらいじゃないですか。70ぐらいなんですか。そうっすね、うん、70は落とせないですもんね、さすがに。森はするって言うんであれば。おお、いや、すごいな。森さんが唯一心を許す男、松井健。なんか森さんがめっちゃ頭に来てさらうとか言ってたじゃないですか。はいはいはい。もう漫画の、僕からしたらすごい漫画の世界な話で、はい、さらうってこの今の世の中にあるんですか？あるでしょ。誘拐ってことですか？いや、はい、結構はいや、あると思います。森とか多分普通にそういうことすると思いますよ、怒ったら。怖。いや、しないですよ、そんなこと。ですよね。したことないです。だから、ちょっとびっくりしました、ああいう発言。ぶっくりしました。危ないですよ。危ないですよね。危ないです、危ないです。コンプラに引っかかったらもう二度って出ないんで。はい。で、そんなん言うたら、クソアンチどもが絶対言い出すんですよ。お前みたいな弱いやつにさらわれるやつとゴールとか言い出すんですから。クソ